はいどうも、最近カフェインレスをしているナナです。今日は試合の日の朝の準備をする動画になります。はい、ご飯食べながら動画を見てます。そして髪もアイロンしながら動画を見てて、テンションを爆上げさせております。試合もあるので髪も黒くしております。はい、今シェービングしてますね。あ、でこれ、あ、化粧水の導入をして下地を塗ってますね。これなんか実況難しいな。はい、これも下地、コンシーラー塗っております。はい、で髪の毛の長さが違くて、ここで気づきましたね。で本当はアイメイクを先にやるつもりだったんですけど、すっかり忘れてまして、顔を先にやってしまいました。はい、これは体に塗る、アジョールだっけ、韓国のドーランで、韓国のタンニングですね。顔に塗りましたね。なんか見てますね。はい、まあ、今回ね、試合がマスク着用で踊るということなので、まあ、ファンデーションなり、ね、顔の周りのものが取れちゃうんじゃないかなって心配があったので、チャコットの動乱を先に塗る前に、体用の、体に塗るタンニング用のを顔に塗っております。はい、もうアイメイクに突入しましたね。でオレンジ色のシャドウ塗ってからパープルのシャドウを塗っております。で全体的にこう目の周りを囲いましたね。はい、はい、こんな感じになりました。続いてはもうつけまつげをつけます。はい、で最近の好きな選手がいましてね、私もう YouTube もその人ばっか見てるんですけど、アレクサンダー&アリーナとサム&リザとオースティン&ニノとあとサルボ&ビクトリアっていうカップルがいましてね、そのうちの2組はもう解消しちゃったらしいんですけど最近。うん、めっちゃ残念。私めちゃめちゃ好きだったのに。私の好きな選手のね、特徴はね、みんなゴムマリのようにボヨンボヨン、もうすごいエネルギッシュでね。そしてやっぱ女性がやっぱりいいよね。女子力高い、本当にみんな最近のダンサーは。まあそんな風になりたいって私も思ってるので、そういう人をね見ちゃってますね。はい、こんな感じです。なんか変な顔してる。はい、でここで目の下にね、つけまつげ用ののりをあえて直に塗った後に、はい、ラメラメをその上にのせていきましたね。まあ、そうするとラメラメが汗かいても取りにくいんですね。はい、下まつげつけました。はい、こんな感じです。結構ね、手元を狂いましたね。やっぱね、定期的にメイクの練習っていうのは必要です。特にアイライン、筆を描くとき、ここ、はい、結構ね指で直したりねしてましたね。で眉毛やってますね。眉毛太めに濃いめに描きましたね。でハイライト、白いアイシャドウを塗っております。私普通に動画見てると変な顔してるね。すごい顔しながら動画見てますね。でシェーディングですね今。はい、シャッシャッシャー。ほんで次はフィニッシングミストです。これは5プッシュぐらいしましたね。
メイク取りにくくするやつ。はい、終わりました。で次はタンニング、タカダンスのタンニングと、あと韓国製品のタンニングと、あとイギリスに行くとあるタンニングですね、スプレーのやつを塗ってます。あ、なんかこぼしたねでタンニングは家で塗る派です、私。はい、終わりました。はい、皆さん、ですね、今12時前なんですけど、私たちの出番が3時ぐらいからなので、まあ2時に着けばいいっていうことなので、ちょっと準備運動家庭や、はい、教室に来てます。はい、ちょっとストレッチとか体動かしていきたいと思います。なんかね、今もうライブ配信やっててちょこっと見ましたうん、すごいよね。うん、カメラがってこう切り替わってさ、スイッチしてさ、ねえ、うんうんうん、なかなかちょっと、うん、コメントもすごい。今プロスタンダード。はい、じゃあまた頑張ります。ということで試合が終わりました。皆さん、たくさんの応援のコメント、七太郎のねコメントだったり王子だったりね、ありがとうございました。はい、とってもね楽しかったです、久々の試合。またね、どうなるかわからないですけど、また試合に出れるといいな。はい、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。